もうちょっと待ってくださいね。ちょっと声がしゃがれててあれですけど、喋ってるうちに多分大丈夫になるんで。はい。あ、はじめまして、初見の方。今日はちょっとずっと暗い内容かもしれないです。とりあえず始めたいと思います。ごきげんよう、相澤真宙です。一応昨日今日とちょっとスタジオのお仕事をしてきて、いろいろと考えることもあって、その内容をちょっとまとめてブログにでも書こうかな、アイドルっぽく書こうかなって思ってたんですけど、まあ今日お仕事がちょっと早めに終わったので、森美術館で相田誠さんっていう現代アーティストの方がやっている展示を見に行こうと思って、一人で六本木行って展示見てたんですよ。けど相田誠さん多分知らない方多いと思うので軽く説明すると、秋葉原とかのオタクカルチャーとかを使ったりしてる、なんか美少女とか、あと美少女とかサラリーマンとか、そういったものを結構モチーフにして絵描いたりとか漫画描いたりとかしてる現代アーティストの人で、アメリカとかで結構有名なアーティストさんなんですよ。その人の個展で新作とかもいろいろあるっていうから、すごい楽しみにして行ったんですけど、いやまあもう本当にエログロのひどいエログロのひどい展示で、まあぶっちゃけすごい面白かったんですよ。まあもちろんただ純粋にエロいものとか、ただ純粋にグロいものとかじゃなくて、そこに相田誠特有の多岐には多義的ななんかアイロニーとかメッセージ性とか、そういったものもすごくあって、深読みすればするほどいろんなことができそうな作品が本当にたくさんあって、で深読みとかアートとか全然わかんない人でも本当に見てるだけで、なんかそう漫画的なんですよ。なんか本当によくわかんない抽象絵画とかで現代アート苦手っていう人結構いると思うんですけど、だからすごいなんだろう、サブカル的な感じがあって、なんかそうだな、わかりやすいので今回見た作品の中では、なんかなんだろう、なんか畑になんかビトンのバッグがいっぱいこう埋まってて、でおじいちゃんが今年はビトンが豊作じゃーみたいに言ってるみたいな、そういう絵がいっぱいあるんですよ。なんかほんと絵の中に文字があるって、もう本当に漫画のコマみたいなことは、あの人は平気でやる現代アーティストさんで、いや本当に近くで見てもすごい綺麗に描かれてて、いやほんでも本当にいやもう本当にあの人はすごい人なんですよ。ずっとファンなんですよ。で、ツイッターもフォローしてるし、で、今回の展示すごい楽しみにしていったんですよ。で、まあ、行ってみたら、こう、まあ、わぁ、エッチいな、グロいな、とか思って見てたら、こう、18禁コーナーがあったんですよ。うん。美術館に18禁コーナーってあるか?みたいな。ちょっとびっくりしたんですよね。こうなんか光が激しいからちょっとこっから気をつけてねみたいな感じの注意書きだと思ったら、なんかこっから先は刺激が強いのでみたいなの書いてあって、でも、ま、刺激強いって言ったってあとだし、
ちょっと言い方悪いけど、所詮アートだしって思ってて で、まあ、行ったんですよ。相田誠さんが結構社会派の作品作るっていうのは、あんまり念頭に置いてないで、勝手に、簡単に入っちゃって。で、まあ、最初の方はね、なんか、本当に女の人の裸に絵描いたりとか、あとなんかちょっと、なんか残虐な表現みたいなのとか、なんか、ミミちゃんっていう、ビミって書いてミミちゃんっていう、なんかちっちゃい人造人間を、こうなんか、す巻きにしたりとか、なんか、切って食べたりとかしているような、あとなんかこう、お腹を押したら、なんか女性器からイクラが出てくるみたいな、そういった絵がいっぱいあって、で、わあ、グロいな、エッチーな、とか思って見てたんですよ。まだ嫌悪感は全然なくて。で、まあ私がさっきからちょっとツイッターでずっと わあ、わめいちゃってる作品が、まあその18禁コーナーのど真ん中にあって、椅子とヘッドホンが用意されてる、なんか映像作品があって、なんだろうなって思って、こうヘッドホンつけたら、なんか第二次世界大戦の、第二次世界大戦だけの原爆、原爆の、米軍兵と、あと、ひめゆり隊とか、その辺の人たちの話をモチーフにしたフィクションの作品だったんですよ。相田誠さん結構やっぱ女子高生とか美少女っていうのをすごくよく描く人で、で、まあなんか、戦う女子高生みたいなのも結構あの人やってて、それ系だなって思ったんですよ。で、私が最初に見たシーンはなんかこう、原爆を、投下した瞬間に、こう、まあ、その空飛んでる女子高生がこう捕まえて、で、こう爆弾をこう、なんか、飛行機に返すみたいなシーンだったんで、あ、こういうノリの作品ねって思ったんですけど、いやー、ひどかったね。結構長かったと思います。あれ全部見てる人はいない、いるのかな？なんか私は、一回最後まで見た後にまた一から見て、全部話見たんですけど、いや、もう、ね、ピカドンの被害に遭ったこの表現とか、あとやっぱ米軍兵に捕まったひめゆり隊の姉妹の話が最初にあって、もちろんフィクションだけど、事実そういうことがあったっていうのは、まあ、みんな学校とかで習うわけじゃないですか。で、やっぱそれ見てて、なんかこう犯しまくって、でもなんか殺して終わりみたいな、本当にもう人として見ていない、もう本当に女を物として、もうなんか道具として、快感の道具としてしか見ていないみたいな、そういった表現がもうひどくて。で、もちろんそういう事実があったから、それに基づいてフィクション作ってるんだろうなってのは分かったんですけど、なんか、もうちょっとさ、いや、でも、あの表現ができるってことはすごく素晴らしいことだし、私がここまで動揺しているってことは、人をそこまで、悪い意味、いい意味関係なく感動させる力、表現力のある人だってことで、やっぱり私は相田誠さんすごいなって思うんだけど、本当によくあんな作品作れるよなってすごい思って、いや、もう、いや、ひめゆりの洞窟内で火炎放射器で焼き殺された時に、こう、逃げて、無事だった。